こんにちは、ベンジです。 7 days to end with you の続きをやっていきます。2周して同じエンディングだったんで、やっぱりあのパスワードをね、なんとかしないといけないと思います。ちょっとね、パスワードをハッキングするためにちょっといろいろやってみますんで、何か分かったところからスタートしたいと思います。あ、来た。間違ってたのか。やっぱりね、これ自分の名前でした。死んだ人みたいなヒントで、血生臭い匂いがする。ここで一体何を。まだこれ1日目なんですけど、行っちゃっていく。あ、ちょっとこれとか見とこう。うん、行こう。うわ、ちょっと待ってくれ。ここ連れてくるか、怒られっかな。なんか生贄がいるのかな、生き返すには。怖っ。ちょっと来いお前、何やってんだ。ほら、なんだろうね、皇帝。話す。あ、なんだ、初めて出たか。初めてだ。ここだよ。違う、ここだよ。来た。なんか照れてんだけど。照れてる場合じゃないぞ、お前。白建物。え？道具、なんとか建物、高速とかかな。これ建物じゃねえな。道具、死ぬ、建物、殺す、シャツ、建物、シャツか、これ盾じゃない、シャツ。うん、建物？人かこれ。材料、人、実験。おお。っていうかめちゃくちゃ出てるな、この単語。材料、人、実験。おお。シャツ、人、人用のシャツ。道具、高速、人。白、人？白も違うっぽいんだよな。殺す、人を殺す道具。じゃあこれ人を守る道具とか。人たくさん、人だ。これ建物だと思ったけど人か。人がたくさん。人たくさん、人いる。うん、出る、人、危険。おお、ない、他に人はいない、何も人はいない、誰もいないか、どっちか。人、俺、の、人、これ人。あ、こうやるとバグるんだよな。待って、このね、文字を消さないで書くとね、文字バグっちゃうのね。これ殺す？まあ別に死ぬでもいいのか。植物、死ぬ、死んだ植物。ん？ああ、枯れた、死んだ、戦争で死んだ、理解、死ぬ、はあ、俺が死んだって理解してる。おお、じゃあこれ死ぬで合ってる。死だね、死。こう高速にしとくかな。ああ、ここでしか出てきてないから、高速、ああ違う、高速、
うん、じゃあ血の可能性あるぞ。血だ。治療血大。治療血中。え、じゃあさ、あの黄色いのにもうこれ書いてなかった？血、いいね、潤ってきた。ん、待てよ、守る、守るっぽいよな。守る言葉たくさん、ちょっと違うかもな。守るは違うかも。盾だもんね、あれ。シャツ、人のシャツ。オッケー、潤った。ちょっとこっちも見れないよ。治療、あー違うわこれ。道具実験、壊れた道具、本実験、実験の本、写真なんとか実験、方法実験。だいぶいい気がするよ。え、これ人間じゃないってことだよ。じゃあ人間もうあるもん。なんだろうな、生まれる、生まれる、ちょっと待って、あれ、ここでしか出、いや、そんなことないんだけどな。なんかの本に書いてたのか。本のやつはね、ここに出ないんですよね。生まれるとか生とかね、こんな感じで書いておくか。道具実験、なんだこれ、こんなのあった？古ぼけたメモが挟んであった。あ、あったね。ギブ、ギブっぽいな。与える、うんうん、与える。これは考える、考えるにしとくかな。これ知らないぞ。いつも通り言葉を教わってると、その人は急に立ち止まってしまった。何か言いたそうにしている。俺、言葉話す、求める、うん、待つ、なんか声かけてやるのか。え、何、どういうこと。え、なんで一人行動しろって言われた。おもむろに隠し部屋に。いやー恐ろしい。なんか生贄が必要なのかもしれないよね、この生き返すにはさ。うとうとしてるね。あれ、話す、あ、なにこれ、来たよ。言葉、生まれる、え、これ、こ、言葉じゃないじゃん、これ。これ、この人の名前じゃん。え、え、マジか。今まで気づかなかった。なんていうの、彼女、固有名詞だね。あら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 、え、待って、
これ恋愛か性か恋、恋の可能性ある、恋ね、恋かも、恋人、恋人か恋、うん、まあ、どっちでもいいだろう、うん、忘れる、忘れるはいいよ、私彼女、オッケーオッケーオッケー、おお、彼女俺を作るホムンクルスね、恋人がサンタクロースかな、自分忘れる思い出なんとかがノーだと、そんなの嫌だ、分かった、分かったよ、はいって言っとく好きみたいなのないもんね、恋もないしね、え、今までずっと言葉だと思ってたのが彼女だったの、あ、違う違う違う、なんかさ、昨日聞いたことを言いたいの、このプラス、プラスの意味のやつか、了解か、これイエスノーだと思うんだよね、これ肯定、どうだ肯定、なんとか忘れる求める、その人は何か言い残すとすぐに席を立っていつものように私についてくるんだと、あ、失敗かな今の、さすがに眠くなってきた、言葉選ぼう、おやすみ言いたいね、おやすみ少し言葉を理解してきた、よかった、よかったみたいなね、ありがとう、よかった、よかった、正解、よかった、出る、よかった、よかったくせえなこれ、良い、良いでしょ、グッド、寝る、求める、うん、オッケー、はい、来客イベントです、出る人危険、ここもね、前来た時には全然言葉分かんなかったけど、今だったら出るの、待って、これが来客ね、客人ね、俺を探してると、俺を出せ、俺分かるか、分からない、出る、たくさんの出る、求めるの、ない、何も人、うん、出る、求める、理解、何の、戦争、死の、え、のとか、戦争行く、理解できない、理解、家、求める、入るとかかな、外、家、だいぶ間違ってそうだよな言葉、時間ない、わかった、これ、これちょっと一応入るにしとこうかな、時間入る、理解入るにしとっか、
No、 家に入るのはダメだと。隠れていようかな。前出てったよね。隠れている。え、大丈夫か。大きな音が鳴った後、今度は急に静まり返ってしまった。さすがに様子を見に行かなくては。死んでる？どっちか。姿が見当たらない。あ、こっちは生きてる。その人が階段から降りてきた。うわー、隠し部屋に死体が転がってる。どうやら2階に上がっていたようだ。その人は少し困惑した様子でこちらを見ている。何があったか聞いた方がいいだろうか。戦争って言ってみる。蘇生？死、死だね。死、死で行こう。殺したのかと。え、理解できない。そう、死体見に行こう。ほらほら、死体で、あ、これさっきのは固有名詞だよ。え、ここで出てる？うん、来客固有名詞。しっかり言ってくれるね。斧で殺したんだ。人、来客。やっぱ殺してたね。よし、じゃあ次行こう。さあ来ました。デイ7。意識が朦朧とする。体が重く、視界がぼやけている。ついに限界が来たようだ。もう起き上がることすらできない。名前。あの人の声が聞こえる。俺、大丈夫？ベッドの脇で私を心配してくれていた。この人には悪いが、もう死が近いのかもしれない。この人に私の死を伝えなくては。前死ってやった？それともありがとうとかでもさ、いいような気がするよね。ありがとう、ありがとうでいくか。え、ダメだ、理解できない。了解。あーかー、やり直すか。はい、来ました、最終日。特に何も新しいことはなかったですね。前、最初これ C 選んでないかもしんないよね。C、C、C、C。あ、来たね。言葉理解した。さっきは理解できないって言ったもんね。よい。肯定。理解たくさん、彼女。理解し、自分。うんうんうん。再度了解。再度出る、求める。再度。中、俺、求める。特大、俺、求める。忘れる、自分、ノー。忘れられないよ。出る、自分、求める。作る、実験。とてもの忘れる思い出言葉小なんとか俺なんとか出る自分たくさんなんとか作る方法実験うん作る彼女あーなんだろうな。分かった？
分かんねえけど分かったって言っとくか。分かったわ。理解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 はあるよ。てか今分かっ理解って言ったんだから理解って言えばいいんだよ。理解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 。何を考えてる？え？え？そんな難しい問題来る？何考えてるの？ああ、なんかそれっぽいの、それっぽいの。火とか肉とかではなく、食べるでもなく。あ、思い出はもう使ったからいいな。恋、いやでもこれ性かもしんないからな。なんかそれっぽいこと言いたい。戦争、戦争について考えている。罪、罪について考えてる。あ、そうか、なんか謝りたいみたいなね。どう、壊れてる、壊れてる、与える、理解、理解は違う、理解は違う、忘れる、忘れるとかね。治療、待つ、おはよう、ありがとう、ありがとうもありだね。ありがとうか、いやなんかね、一番それっぽいの罪だと思う。戦争、戦争か。いやーでもね、ありがとうも伝えたいね。どうするどうするどうする、まず何言ってるか分かんねえんだから。罪でいこう。これダメなら次週ありがとういく。理解できた？うわ、何それ。お、来た、彼女罪、私の罪って言ってんの。何、自分なんとか、終わらせたい。いやでもさ、受け入れようよ。終わらせる、終わらせるっていうのは殺すってことかな。それは嫌だね。殺されたいね。殺されよ、もう生き返すなと。分かった、彼女自分、これお別れ的なもんかな。別れを求める。お、これ椅子触った時のやつか。良い別れ、寝るも、ああ、別れ、別れたくない、別れっぽいな。違う、別れじゃなくて別れ、たくさん別れ、これよく出てくるんだよな。なんとか自分別れ、なんとか彼女別れ、良い、作る、たくさん事件、作んの、たくさん別れ、いや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 、え、なんだ、始まった、おはよう、たくさん出る。時間、何それ、621、なんすかそれ。再度別れ、
ゃん。そんなもう一回やるじゃん。はい、最終日来ました。覚えてっかな。うん、 C だったっけ。 C だよね。俺はもう死ぬんだ。言葉わかる。いい、肯定、理解たくさん、彼女、うん、理解し自分、うん、再度了解、再度出る求める、再度もう一回生き返るのを求めてると。忠自分求める、特大自分求める、忘れる自分の忘れたくない、出る自分求める、作る実験、とてもの忘れる思い出言葉、小なんとか俺、なんとか出る自分、たくさんなんとか、作る方法実験、作る彼女、うん、なんかわかった、わかったわかったよ。何度でも蘇生させるって言ってんだろ。わかった、愛、わかった。何考えてんの。罪だよね。それは罪なことなんだよと。何度も生き返すのは人間の道徳に反するんだよ、道義的にね。うん、悲しんでおる。ああ、罪を感じた。何自分、前受け入れたか、終わらせよう。もうこんなことはやめよう。やっぱりだ。殺すのか。そっち殺したらもう生き返せないもんね。こっちが死んだらまた生き返しちゃうけど、彼女を殺しちゃったらもう生き返すことはない。彼女を待つ罪。罪、自分求める。なんか画面明るくなった。たくさん考える。ああ、私、もう死にたい。俺が与える死を。ありがとう。ありがとう。そんな殺されるのにありがとうなんて言うなよ。別れ、寝る、別れ求める、行く、求める、言葉。うわ、これはね、これ大事よ。最後にさ、なんかすっとんきょうのこと言ってさ、えってなって死んでいくのも嫌でしょ。正解、正解とか言われても嫌だよね。忘れるはありだよね。ありがとうだろう。これありがとうかな。ありがとう言いたい。ありがとう。どうだ、理解した？伝わった？ああ、伝わってる。なかなかいいぞと。彼女、別れありがとう。ありがとう。ありがとう。ああ。はい、ということでこれで多分エンディング見たでしょう。どっちかだよね。もう途中のあれはただ言葉を覚えるだけで、結局は最後の選択だけっていうことかな。分岐は最初は C 選ばなかったんだね。
なんか最後のところでストンキョなこと言うと、あのそのままループに入るけど、全て受け入れるって言ったら621の謎が分かってないね。621が何なのかはちょっと分かんなかったけど、で全てを終わらせるっていうと彼女を殺すと。これでループから抜け出したってことだよね。もう生き返ることはない。まああるんだけどさ、ニューゲームあるからあるんだけど。はい、ではこれで終わりましょうか。はい、ではこれで7 days to end with you の実況終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。